皆さんこんにちは、対馬の YouTuber ソードです。今日は、久しぶりに上対馬漁協の方に仕入れをしてきました。行ってきました、サザエ、そして定置網、日照漁業さん、久保くんのところで当たったアジ、そして釣り物の検査キイカを仕入れてきました。今加工中です。明日また美味しいセットものを皆さんにご紹介していきたいと思っています。こうご期待ください。待ってます。